はい、どうも、全開マックスです。はい、今日はですね、ディップス回数マックスにね、挑戦しようと思います。そこでね、ちょっとね、自分なりのルールを、作りました。まずね、こう、下ろしたとき、この90度になるまでね、下げる。そしてね、上げたとき、ここね、しっかりとね、肘が伸ばすようにね、すること。それとね、まあ、ずっと止まってる時があるかもしれませんけど、その時、まあ、5秒以内にアクションを起こすっていう感じでね、ちょっと自分なりのルールを作ってみました。これでね、回数はね、何回いくんでしょうかね。ちょっとね、40代をね、代表して、ちょっと記録を作りたいと思います。まあ、僕の目標はね、50回、とりあえずね、50回目標にちょっと頑張ってみようと思います。では行きます。50回いけませんでした。きついっすね、めちゃくちゃ。ちょっとね、カウント、何回できたかちょっと、動画確認したいと思います。